ニューヒーローリーグ？はい、来月アメリカでジュニアユースの国際大会が開かれることになって、その大会に派遣する日本代表の選手を選ぶためのエキシビションのリーグ戦だそうです。なるほど、つまり代表の選考会のようなものか。それでサッカー協会から学校に連絡があって、その大会に武蔵中も参加することになったってさっき監督から話があったんです。ジュニアユースの代表選考ということは、僕たち3年生も参加するのかい？はい、監督はそう言ってました。リーグ戦の組み合わせ表をもらってきたんで一緒に見ましょう。全部で14チームの参加で、7チームずつに分かれてのリーグ戦か。俺たちのリーグにはどんな学校が入ってるんだ？富良野、東邦、南葛。いやー、すごい実力校ばっかりだな。代表選考も兼ねてるってことは、力が近い相手を当ててるんだろうな。そうじゃないとプレーの質がわからないし。じゃあ武蔵中も評価が高いんだな。ああ、かっこ悪いところは見せられないな。南葛と同じリーグということは、今度こそ翼くんと戦えるんだ。見過ぎさん、これは翼くんから？みんなちょっとすまない。見過ぎくん、久しぶりだね。うん、久しぶりだね翼くん。水木くん、ニューヒーローリーグのことはもう聞いた？うん、ついさっき。武蔵中と南葛中、同じリーグだったね。うん、小学生の時に水木くんと戦ってから、また戦いたいってずっと思っていたけれど、なかなかチャンスがなかった。でもついにそのチャンスが来たね。今から楽しみだよ。うん、僕もさ。南葛中と武蔵中が当たるのはリーグ最終日の最終戦。お互い万全の状態で最高の戦いをしよう。ああ、もちろんさ。約束だ翼くん。できれば南葛中も武蔵中も全勝同士で当たれるといいね。それじゃあまた。全勝同士で対戦か。いかにも翼くんらしいな。でも確かにそうなれば最高だ。今回のリーグ戦は公式戦じゃない、あくまでもエキシビションだ。けれど全勝同士で最終戦となれば、やはり全勝でリーグを終えたいし、そうなれば試合ではおのずと力が入る。つまり全国中学生サッカー大会に勝るとも劣らない真剣勝負ができる。翼くんはきっとそう考えているんだ。そしてこのリーグは代表選考も兼ねている。活躍次第では僕のもう一つの夢、代表の選手になる可能性だって。君は美杉くんだね。はい、そうですけど、あなたは？私は日本サッカー協会の片桐というものだ。え？サッカー協会の方が武蔵中にどういったご用件でしょうか？武蔵中にというより、美杉君、君に話があってね。僕にですか？知っているかもしれないが、実は来月アメリカでジュニアユースの国際大会が開かれることになったんだ。はい、先ほど聞いて知っています。そうか、それなら話が早い。美杉君、日本サッカー協会は君に代表に参加してもらいたいと考えている。え？けれどその代表選考のためにニューヒーローリーグが開かれるんじゃないんですか？選手の選考についてはその通りだ。だが我々は君にコーチとして参加してほしいと思っているんだ。コーチとして？私も
君が小学生の時から見続けてきたが、君はサッカーセンスがあり頭もいい。そして何よりも周りの人間を冷静に観察できる目を持っている。だから同年代の君にコーチとして参加してもらって、代表の選手たちを指導してもらいたいんだ。コーチだなんて、そんな、僕にはそんなこと。それに僕にも代表の選手になりたいという夢があります。そう簡単にお受けするわけには。だが君には心臓病のことがある。国際大会は過酷なものだ。全ての試合で強度の高い全力プレーが要求される。その分疲労の蓄積も大きい。そんな国際大会に体に不安を抱えた選手を連れていくのはチームにとってリスクだ。もちろん君自身にとってもね。それはそうかもしれません。しかし今まで試合中に心臓に異変を感じたのは、主治医から言われている出場時間を僕が守らずに長く試合に出続けた時だけです。ですからきちんと出場時間を管理すれば何も問題は。君がそう主張するだろうことは予想がついていた。我々としても君が試合に出られるならば、もちろんそれに越したことはない。君のテクニックと戦術眼を代表の戦力に生かせないのは日本代表にとって大きな損失だからね。だから君に条件を出すことにしたんだ。条件ですか？ニューヒーローリーグ全6戦、それぞれの試合で30分以上出場すること、その中で強度の高いプレーを維持すること、その2つを満たせたら選手としての登録を考える。本当ですか？ああ、もちろん体調に異変があったり医者に止められたらすぐに交代してもらう。そのことを先ほど武蔵中の監督さんにも話をして了承をいただいてきたところだ。さっき君自身が言った通り、君は無茶をするからね。はい。我々としても体の耐久力に不安がないと判断する材料が欲しいんだ。できるか？はい、もちろんです。いい目だ。その強い意志も代表には必要なものだ。期待しているよ。ではニューヒーローリーグで会おう。全国の強豪が集まったリーグ戦、その全試合に30分以上出場して質の高いプレーをし続ける。厳しい条件だけど絶対にやってみせる。そして全勝同士で翼くんと戦って、翼くんと同じ代表チームで戦うんだ。聞いたか？ああ、美杉さん。杉潤か？ああ、君たちが南宇和の中心選手、石田と武井だね。大空翼に並ぶ天才と言われる美杉潤。こんなに早く戦えるとはな。こんな大きな大会は久しぶりだろ。ビビってるんじゃないのか？逆だよ、楽しみで仕方ない。めったに戦えない相手とも戦えるんだから。今日はいい勝負をしよう。その余裕の笑顔、試合中に引きつらせてやるぜ。それにしても
1年生がスタメンとは、お前のチームも案外層が薄いらしいな。本当に大丈夫なのか。案外紳士的なんだな。よろしく。たけい。まあいい、先輩として真剣勝負ってものを教えてやるぜ。いいかい、今回のリーグ戦は全国大会クラスのチームが集まって行われるレベルの高いリーグ戦だ。ここでみんなの目に留まるような活躍をすれば、たくさんの選手が君に興味を持つはずだ。そうなれば彼らと知り合いになって交流を深めることもできる。その中で切磋琢磨するライバルを見つけることができれば、きっと君の成長の助けになると思う。さあ張り切っていくぞ。ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。武蔵対南宇和、さあ大歓声の中、両チーム選手の入場です。選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、武蔵。4人で中盤を構成する形になっています。極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド、南宇和。攻守にバランスの取れたフォーメーション、テクニシャン石田君を中心として攻守に統率の取れたチームです。前線に構える武井君は得意の空中戦でゴールを脅かします。いよいよ試合開始です。激闘の幕が開けました。それパスを出します。一ノ瀬くん、パスを回す。これをトラップ、横にかわして突破。いくぞ、ダイレクトでパス。こんまくん、素早く横にかわす。ゴール前に持ち込んだ。チャージが決まった。おっと、投手交代だ。片岡君、ここは抜かせません。激しいオラック。西山君、行くぞ。鋭いスライディング。はっ、武井君、これをトラップ。西山君、ここは抜かせません。
次々にかわしていく必殺シュートを放った。ゴールを割らせません。西森くん、ボールを奪うことができません。鈴木くん、シュートを放った。はい、素早く横のパック。西森くん、激しいタックル。そら、西山くん、激しいタックル。かわして振り切った。いけ、もらったぞ。真田くん、横にかわして突破。ゴール前に上げた。本間くん、クロスに合わせに行く。そら、本間くん、ダイレクトでパス。もらったぞ。慌てて守備に戻ります。パスを受けた。チャンスが決まった。ボールを持った。横にかわして突破。ここからセッターリング。本間くん、クロスに合わせに行く。素早くつなぎます。それ、西山さん、これをトラップ。シュートまで持ち込めるか。豪快にシュート。これを正面から抑えに行く。キーパーをものともせず、やってやったぞ。チームにリードをもたらします。行くぞ。長いパスが通った。それ、チャンスが決まった。それ、真田君、これをトラップ。かわして振り切った。ほんま、それはすでにその数を示しています。いけ、前半も残すところはあとわずか。いけ、岡崎君、これをトラップ。一ノ瀬君、ここは抜かせません。このスルーパスは通るか。片岡君、このパスをカットします。よくすり抜けた。真田くん、敵陣を切り裂く。武蔵、1点差での折り返し。このリードを守りきることができるのでしょうか。後半戦キックオフ。片岡君、ロングパスを受けます。体とぶつかっていった。それ、パスを出します。三杉君、大丈夫です。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。もらった。三杉君、これはスライス回転をかけてきた。ゴールを守った。須田君、このボールを拾います。三杉さん、クロスを上げた。右に行く。セン先頭に合わせる。これはキーパー動けない。三杉くん、出るからには足は引っ張れない。うわ、三杉さん、いけ。それ、武井くん、ここからチャンスを作れるか。ここは抜かせません。ボールを奪った。体ごとぶつかっていった。これは必殺技を奪った。よし、あと、このパスが通ります。横にかわして突破。ボールを奪った。それ、向井君、それ、ボールを奪った。武蔵、ここはエースにボールを託して勝負に出るか。大西君、ボールダッシュ成功。武井君、パスを出します。宮田君、横にかわして突破。センターラインを越えて攻め込む。石田君、回転をかけてシュートを放った。さあ、ボールと真っ向勝負。森山君、ゴールを守った。すでにこれは半分が経過。ここからの一戦は非常に大きな意味を持ちます。西田君、体を反転させかわした。森森君、ボールを奪うことができません。南湯はテクニカルなサッカーが炸裂するのか。武蔵、これは戦い方を変えられたようです。これね、向井君、これをブロックに行く。ボールの勢いをうまく抑えた。チャージが決まった。菅君、これをトラップ。本間君、タックルを決めた。真田君、
激しいタックル、こいつだ。オートップ使っていった。おら、チャージだ。決まった。ミスギ君しかない。シュートまで持ち込めた。これはキーパー動けない。これがスライスシュート。やった、僕はやったぞ。大丈夫。パスを受けた。水木くん、ここは抜かせません。ここから長谷君のパスを狙う。ここから打ってきた。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。